はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、バルナックライカ用の定番標準レンズですね。ライカ、エルマリートじゃなくて、エルマーの 50mm。はい。F 値が 3.5、のバージョンになります。マウントはもちろんスクリューマウントですね。ねじ込み式のものですね。でもって、こちらは、スケールは黒です。でもってですね、ビデオではちょっと見にくいかもしれないんですけれども、前玉にブルーのコーティングがかかっているブルーコーテッドのバージョンになりますね。シリアルがちょっと見にくいかもしれませんけども、942400ですので、1951年のエルマーになりますね。ドイツ製ですね。比較的新しいエルマーですね。はい。外観から見ていきますけれども、この通り、ピカピカで綺麗な状態ですね。ひどい擦れ傷や当たりは見られないですね。鏡頭もピカピカで綺麗ですね。ご覧の通り、はい、綺麗な感じになっております。もちろん落下して歪んだりとかですね、こうガタがあったりとかしないですね。はい。はい、ご覧の通り綺麗ですね。クロームの仕上げになってますね。はい。で、レンズですけれども、前玉、後ろ玉ともに大変綺麗ですね。前玉にうっすらですね、1本ぐらい、吹きすれがあるような感じですけれども、もちろん、撮影結果には影響ないですね。これ肉眼では見えない感じです。ライトに透かしてようやく見えるぐらいのちっちゃい傷ですね。はい。前玉、後ろ玉ともに大変綺麗で、中玉にも曇りカビは一切見られずに、バルサム切れもありません。ゴムチリの混入が多少ある程度ですね。大変綺麗なレンズになっております。絞りも、このご覧の通り軽く動作してますね。はい。はい、ご覧の通り油の乗りとかもないですね。絞り膜の痛みもありません。はい。ピントヘリコイドも、はい。滑らかに動作しておりまして、はい。引っかかったりとかですね、硬くなったりとかしてないですね。はい。でもって、無限ロックもきっちりと効いてます。ロックの裏側にある鏡頭番号、これは7番が刻印されてますね。はい。最小絞りは、22ですね。はい。はい。振動もご覧のようにスムーズにしておりますね。ロックもきっちりと引っかかってます。はい。付属品は、リアキャップ。ということになってますね。はい。ということでですね、定番のレンズですので、ぜひお持ちでない方はですね、1台持っていただけてるといいと思いますね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。